塩釜市と多賀城市の一部で断水が続いていますが、県内各地から職員の派遣を受け、徐々に復旧が進んでいます。塩釜市などの水源となっている川で油が確認され、給水が停止された影響で、塩釜市と多賀城市の一部で断水し、復旧作業が続いています。塩釜市は仲卸市場や水産加工会社が立ち並ぶ新浜町周辺などの復旧を優先し、仲卸市場では午前3時半ごろから水道の水が使えるようになりました。昨日午後7時時点で塩釜市と多賀城市合わせておよそ1万3110戸で断水していましたが、午前11時時点でおよそ1万1200戸に減ったということです。止まると本当にね、前の震災のように大変な思いするって感じでしたけどね。まあ、でもね、一日で復旧してくれたからまだ助かったって感じですね。塩釜市は水道管の錆を取り除く作業に時間がかかっているとして、仙台市など県内各地の自治体から職員の派遣を受けて復旧作業を急いでいます。